どうもガロです。お願いします。というわけで今回は将棋ウォーズのなんかね、棋神クイズっていうのがリリースされたようなので、これをちょっとやってみようかなっていうふうに思います。でまずトップ画面すいません、トップ画面からなんか右下にこの Q って書いてあるコマですね、それがあるらしいんで、そこを押すとなんかクイズができるよっていうことなんで、試しにちょっとやってみようと。はい、でこんな感じですね。でクイズっていうのは多分次の一手のクイズになるのかな。でまあ一応今未回答が26あるってことなんで、まだ1回もやってません。っていうか初めて開きました。ってことで、まあ、問題1からやっていこうかなって思うので、はい、試しにね問題1押してみようと思います。まあ2択なんですね。2択 でここでどうすればよかったのかってことですか。でこれなんか実践っぽいな。なるほど。おそらく実践の棋譜を並べたってと、次の一手を出したってことですね。ここはまあ7九金って引くか、6八金って寄るかっていうことになってるんですけど、どっちがいいんだろう。まあパッと見7九金ですね。6八金よりも7九金の方が、8九の角が死んでるんで、それでまあ8八歩って打つようじゃ角がねちょっと助からないってことなので、この7九金。回答ピンポーン。はい、ありがとうございますあ、それ以降も見れるんですね。なるほどね、鬼神ね。これ6八金って読んでしょ。あ、取るんだ普通に。あ、なるほどね、鬼神、本当に鬼神がやってくれるってやつですね。切り替えってなんだろう。6八金だったら、あ、すごい、これ6八金だったらってのを見れるんだ。そう、今右下に切り替えってのがあってですね、6八金の場合はこうなりますよっていうのが。へえ。でまあすいません、ちょっと、ね、ここで取り込むんだ。まあここ3人取って同金に、まあ確かにいい勝負かもしれないですね。まあ5八振って埋めといてどうかって感じですか。はい、じゃあ次の問題、次はいけないんだ、前へか。はい、これ問題 2問目ですね。はい、2問目でここでこれね、なんかできたらこの選択肢ない方がいいと思うんですよ選択肢あるとつい見ちゃうから手が分かっちゃうじゃないですか。でまあこれは5六馬か9五歩なんですけど、まあ5六馬の方が良さげですよね。2九左が怖いんで、2九左から6九銀がすごい怖いんで、でこの5六馬ですね。で9五歩も厳しいんですけど、まあ5六馬でしょ。さすが。はい、で、まあ、以下は9五歩の場合ですね。じゃあまず9五歩の場合、9五歩の場合は成られて馬引いて香打つ。うん、まあ互角ですね。で5六馬の場合か、まあ同飛車と切ってきて銀打ち。あ、絶対にそこに香打ちたいんだね。あ、すごいな、受けないんだもん。これ受けないんですね。まあ一回なんか6九銀とか打っておきたい気はするんだけど、あ、6八銀ですね。6八銀って埋めておいてっていう感じですよね。でまあ歩があれば、まあ、7四歩って打ちたいけど、歩がないんで、まあ、4三歩、どうするんだろう。4三歩でどう書くか。では9五歩とかどっかで仕掛けていくのかなっていう感じになりそうな気がします。はい、次。はい、9七角か8七歩。いやー、これは難しい。これどっちもありそう。8七歩で6五歩ってついていくか、それとも9七角って打ってから、まあ、6四角って出ちゃうってことですね。まあ、4五歩の位取ってるんで、まあ、9七角打っても6四角の後に4六角って引けるんで、確かにこの局面だったら9七角の方がいいかもしれないですね。で、8七歩って打つと、まあ、普通に引いてきて、まあ、8二8一まで引いてきてから6五歩になるんですけど、まあ、同桂、同歩、同銀、同銀、同飛車。みたいな感じか。まあ、これは、なんか多分、さらに良くするんだったらこっちですね。正解です。はい、うん。で、角打って、火上がって、そう。こんな感じでね、左側に逃げれるってのがやっぱりでかいですよね。うん。まあまあ、まだまだここから、これからの将棋ですけど、まあまあ、全然、良かったんじゃないかなって感じですか。で、単に引くと、まあ、攻めないってことね。普通に刺す。でもこれでまあ4六歩って打っておいてって感じですか。で7五歩使われてどうすんのっていう感じになると思うけど、まあ、そこで6三銀とか打って暴れていくっていう流れですかね。うん、
なるほどね。あ、これちょっと面白いですね、この将棋は。はい、で次、4四か4六か。いやー、2四歩生きて第3の手。4四銀ってやると4二銀って引かれて、あ、違う違う、2四歩行くと2四歩同歩同銀同銀同飛車の時に3三角って打たれて香車取られちゃうんですね。で、4四銀って行くと4二銀と引かれてしまって次の4三歩がきついとってことなんで4六銀ですね。さすが。うん。で、正解手順としては銀で端攻めしてくると。で、角で、おお、すげえ、顔面受け。うん、なるほどね。うん、結構ちょっと勝ちづらそうではありますけどね、右玉側が。で、4四銀だと4二銀引かれて、あ、先に香車さばいちゃおうと。まあこんな感じですね。そうそうそう、桂銀交換になってしまってちょっと損だよねっていう感じですね。で、まあ一応あと1七歩とか1八角とか打つ手もどっから出てきそうなんでちょっと損かなって感じですか。はい、何もやろうかはい、次この局面全部右玉じゃん。そっか、俺の実戦企業だから全部右玉か。これ結構いいですね。うん、右玉ってあんまり次の言ってる問題で出てこないんで、これは結構嬉しい。これは5五銀か9五角成。まあ、第一巻5五銀なんですけど、9五角成ってなんだ、まあ、多分5五銀ってやったら6二歩って打ってきて、角を詰ましに来るよってことですね。だから先に9五角成と逃げておいて、でその次に5五銀と出て、で6三、6二歩って打ってももう意味ないよっていう風にするんだと思います。ってことなんで、まあ、これは9五角成の方がいい感じですね。5五銀、6二歩の時に、鋭い攻めがあれば勝ちなんですけど、あんまりないもんな。じゃあこっち。ピンポーン。はい、ありがとうございます。うん、まあ、こんな感じで、まあ、進んでいく。まあ普通ですね。で、こっちだと。やっぱそうですよね。6二歩がきついってことですね。まあ、これでも指せないことはないとは思うんですけどね。で、6二歩って打ってくれてるんで、8二の飛車の利きが止まってるし、これでも全然指せないことはないと思います。ただ、こっちの方が、ちょっと200点ぐらいよりいいよってことですね。はい、次。ここはね、難しそう。ここ難しそう。第1巻7六金って上がりたいけど、あ、多分これ、あ、なんかこれ覚えてるぞ、俺これ。なんかこれギリギリの将棋だった気がする。なんか覚えてる気がする。なんか本譜はね、これ確か7六金って上がった気がしますね。違うかな。まあ引いて6七金って打ってもらって6九に引いてで駒をちょっと渋滞させるって方法はあるかもしれないですね。で、ここで7六金って上がると、6四角とぶった切ってから6七歩成がちょっと辛いと。こっちの攻め駒が1枚剥がされて、で、と金を作られてしまうってことなんで、まあ、6八金ですね。正解です。うん。はい。金打って引いた。引かないんだ。ここで放置ですか。なるほど、なるほど。まあ、こっちの方が1手早いでしょっていうことだと思うんですよ。で、はい。こっちの場合。そうですよね。うん。そうそうそう。やっぱこういう感じで、受ける展開になってしまうので、それはちょっとつまんないよっていうことですね。うん。これ同銀だったら4六銀になりでまずいと。なるほどね。はい。はい、これは、角かな？角だね。うん。はい、9六か9八か。こんなのは9六しかないでしょ。え、9八角って何？え、9六角から、6六歩振ってつくでしょ、これ。まあ、この局面で6六歩振ってつくと、あ、違う。あ、いいんだ。9六角っていうのは、一応、次の7八歩成があるからってことですね。多分これね、実戦だったら6八金とか寄ったんじゃない、きっとこれ。いや、違うかな、わかんないな。まあ9六から打ちたいですね。正解です。うん、まあ理由としては7八歩成の時に同金ができるよっていうことですね。うん、まあ、これで受け潰しに行きましょうということですね。で、もう一個の変化。こっちの場合だと、そこに歩打つんだ。なんか面白くないですね。まあ確かに、歩持たれると8八歩とか気になりますからね。で、あと7八歩ないから、ちょっと気になる展開もあるかな。まあすぐはないけどね。すぐはないですけど、まあとりあえず、香車拾って8七香とか気になりますからね。先に受けとくと。
まあこれでもこれでもって感じですけどね。はい、次。お、これなんだ。これはちょっと熱い展開ですね。8二歩か4四角か。これは5五金がすごい怖いけど、8二歩って打つと5五金同歩に、まあ、8二同玉とかやられといて嫌なんで4四角ですね。マジで？ちょっと正解見よう。これ5五馬ダメなのこれ。5五馬同歩で、まあ、7五角で5六玉、まあ、5七角成同金4八銀とかいうのは、まあ、一応3五の角が効いてるから大丈夫だろっていうことですか。そうなんだ、すごいな。終盤が弱いってことですね。まあ確かに硬いっちゃ硬いですからね。こっちも別にこれも銀引きもまっすぐ引いといてすぐ何があるわけじゃないんで、うん、そんで、まあ、あとは8二歩ってもう一回打って同玉だったら6一左みたいな感じで攻めていけばいいよってことですね。なるほどね。ちょっとこれは悔しいな、これ悔しいな。いやもう同角同銀同馬ってやっちゃいますねこれ。あでもそれで7五打たれて5五玉に5七角成ってぶった切られてまずいか、まずいですねこれ。あそうかそうか、だからもうこの局面で攻めるしかないよと、うん、いうことですか。いやでも8二歩は打てないな、ちょっと怖すぎるな。5五金が見えてるだけあってちょっと怖いですね。いやここはすごい、うん、勉強になります。はいはい、次2一左か5五銀か。まあこれ、あこれなんか覚えてるぞ。これね確かね2一左ってやったんですよ。で7七角何ってぶった切られてしまって馬抜かれてあーってなったんですよ。だから絶対こっちです。さすがこれ覚えてる覚えてる、多分これ動画にしたんじゃないかな。で銀絡めてガイガイいきますね。なるほどね。しかもこの銀打ちを同銀って取るんですね、同馬じゃなくて。まあ同銀ってやんないと7七銀なり同玉に5五角が王手飛車になるんで同馬ですか。でこれで飛車なっといて、これちょっと苦しくない？これ金取りもあるしちょっと苦しくないですか。あまあでも8四の拠点があるんで大丈夫だよっていうことですね。でこの瞬間がこっちが詰めるじゃないんだったら向こうにスパークかけておしまいと、ということなんで、まあ、8三銀から 7二銀って打っていく感じですか。うん、別に金取られても王様上がっとけば、8七に上がっとけば何もないですからね。ただ角を持ってるんで、角持ってるから危ないか、角持ってるから3二角とかいう手があるからちょっと気になりますか。ってことは8三銀って言って6二玉にどうするんだろう。でこれどっちがいいのこれ。あこっちが5枠で230っていいんだ。なるほどね、うん、まあこの将棋勝ちましたからねもういいんですけど。なるほどね、そういう感じか。はい次、次は5一とと入るか4六飛車と切るか。まあ切ったら確実に4八とは入ってきますね。4八と同金まで入れて4六歩、その時に5一と成桂って入るのか。これ別にこれ入る必要ないんじゃない、いつでも切れ、いつで、いやこれいつでも4六飛車と切れると思うんで、まあこの局面では5一成桂って入った方がいい気はするんですけど、なんか怖い手があるのかな、まあ、いつでも切れますからね。切れない展開になるのかな、それともあれか、5、6八成桂同金同角成ってもぶった切ってくるのかな。そしたら4九の飛車が切れないよってことなんですかね。いやこれは5一入りたいな。5一入って7一金に5二成桂と引いといて、まあ、5三成桂って引いて、まあ、次7一左から6三成桂でぶった切っていくってやつですね。これ多分エルモなんで、これもねなんか覚えてる。俺多分5一成桂って入った、多分飛車切ってないと思う。いや切ったかもしれないな、いや切ったかもしれない、迷うな。いやこれは入りたい。あやっぱそうか。あ、取ってくるんだ。え、何が違うのこれ。
もう一個の変化は、いや、おかしい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 、いや、これはおかしいですよ。なんで同歩なの、これ。6、8になり系でしょ。6、8になり系だったらほぼほぼ同じ変化になるじゃんっていう。こっちは合格、こっちは大優勢。いやだってそれそうっすよ。それそうで取れるもん。そりゃそうでしょ、これ。駒得してるもん。ちょっと おかしいおかしいおかしい。納得いかない。納得いかない、これ。いや、これおかしいっすよね。これ、だって取ったら先に王手来るでしょ。なんかあんのかな、怖い手が。まあ、取って同金に4六歩の瞬間に怖い手があるんですかね。まあ、4三角って打ちますけど。あ、そっかそっか、5一成桂入ると取られて銀打たれちゃうから、これで寄せがしにくくなるよってことを言ってるんですね。うん、なるほどなるほど、寄せがしにくくなるでしょと。で、金取られてまた桂打たれたらほぼほぼ詰めろになっちゃうよってことですね。で、ここ本譜の場合は、でもこれもまあ取って同金に飛車取っといて、で、こっちの手番だから4三角がかなりきついと。で、1枚使うしかなくて、まあ1枚使えないか、金もないから、だから受けづらいっていうことですか。なるほどね。うん、まあこれで5二成桂とか寄っといていいでしょということですね。で、これ5七銀って打ってもまだ金が1枚いるから1手空いてるってことですね。なるほどな。そこまで細かい変化は読めなかったですね。なるほどなるほど。これは一目4五桂。まあでも3六銀で出るとも考えたいですね。3六銀から4四角ってやってきたら4五銀って出て3四銀を出ていくって感じですね。で、最終的に2三銀なり棒銀チックにやっていくっていう方法も考えたいけど、4五桂って跳ねると4五桂4四角3三歩同桂同桂なり同銀で詰まるってことは、3六銀の方がちょっと面白そう。4五桂は、いや、3六銀だろうな。正解です。こちら面白そうですね。はい、こんな感じで棒銀っぽくやっていく方が楽しそうですね。うん、でこれ互角になってますけど、まあ確かに難しいな。うん、やっぱ王様薄いんでちょっと難しいところありますね。で、これ同金ってやると4六歩って打たれてしまって、で5七金と寄って4七銀と打たれたらちょっと怖いか。じゃあここで寄りますか。ここで5八金と寄っとく。5八金と寄って5七銀と寄ってきたら、4七金とかわす。で、4六歩は銀が足らなんで4六銀なり同金同角で3四銀で詰めろって感じですかね。はい、じゃあこっちの変化は、ビス少しの差しかないな。まあいいや。うんうん、まあ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 、まあ、こんな感じで一応これ拠点が残るよと。拠点が残っていつでも向こうは角をぶった切れるよってことですね。なるほどね。はい、じゃあそろそろ最後にしようか。もう12問やってるんでまあこれはね、これは6五歩突きたい6五歩突きたいけど、4五歩って突くと4五歩同歩7一角ってことでしょ。これ4五歩同歩7一角で7二飛車で2六角成ってやると7五歩突かれて同歩同銀で、6五歩って突くと相手の7五歩からの攻めがなくなるので、それの方が面白そうなんですけど、ただまあ相手の隙を突くって意味では4五歩突きたいですか。4五歩突いて同歩だったら、まあ、同桂ってやると、まあ、4四銀でも4二銀でもいいのかな。4四銀か、4二銀って引くと4四歩打たれるんで4四銀って上がっといて、でこっちも4六歩って打っといて、うん、それまで それ以上ないですね。多分6五歩じゃないかな。正解です。うん、はい、引いて、まあ普通に普通ですね、囲いましょうって感じですね。はい、でこっちの変化だったら、うん、まあこれも普通ですね、これも普通だけど、王様の位置がちょっと変な位置になってるっていうのと、あと4五の桂馬がいつでも7になってるよってことですね。それがちょっと気持ち悪いかなって感じですか。で、ただまあ相手もこれ指し手が難しいと思うので、例えば5二金とか上がってきてバランス重視にしてきてから8四下から7五歩って詰めてくるっていう人も全然あると思いますっていう変化もですね。で、こっちとしては、まあ飛車引いてどうすんのっていう、飛車引いてね、5六銀は危なすぎるんで、
飛車引いて、まあ、2四歩2五歩から下回る。いやでもなちょっと難しいですね。ちょっと向こうはね指したい手が明確じゃないですか。5二金から8四下で7五歩ってつけば一応棒銀成功する形なんで明確だけど、こっちがちょっとね指し手が難しいのでちょっと不利かなって感じですか。はい、そう、あのこんな感じでね、自分の実戦譜か、これ実戦棋譜、実戦譜をなんか次の一手形式にしてくれるらしいんですよ。ちょっとこれ面白いなって思うので、おすごい、しかも見れるこれ、え、しかも見れるじゃんこれ、あ、こういったんだなるほど、こうやったんですね。あ、やっぱでも5二金って、5八金って上がってるね。あ、こんな感じになったんだ、へえ。まあこれ同桂だったら4四銀取れて4五の地点浮かんないだろうと。で同銀だったらどうすんの、同銀だったらまあゆくゆく4六歩で銀バサミできるよみたいなことですかね。まあ引いてきたんで、あ、そうなんだ、これすごい、これすごい、え、これ勝ちになってる、どういうこと、うん、あ、すごいですねこれ、あ、こうやってできるんだ、あ、ちょっと面白いの見っけた、うん、ちょっとあのこんな感じで、あの新しいシステム、この次の一手問題はかなりいいと思うんで、ぜひ皆さんも試していただければなというふうに思います。いや本当にすごいなこれ、だって自分の実践棋譜だから、あの一番ここでこうしたらよかったよっていうのが分かるってことですもんね、うん、感想戦で棋神が使えますよみたいなことでしょ。いやこれはいいと思います、しかも無料だし、はい、まあ、ということでね、今日こんな感じで終わりにしていきたいかなというふうに思うんですけど、まあ、クイズをツイートするっていうのがあるしよく分かんないけど、はい、ということでね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。